おはようございます。白菜です。本日のお話は等身大の自分と仲良くするというお話です。子供の頃とかですね、男の子は特にヒーローみたいなねものに憧れるわけですよ。ドラゴンボールの悟空とかね、まあそうだな、ヒーローではないけど、あのワンピースのルフィとかね、あとは他のアニメのそのキャラとか、まあそれ以外にもこうテレビのね、そう今もやってるのかな、仮面ライダーとか、なんかそういう感じのもので、それを見てですね、あんな風に強くなりたいとかって言って、まあ真似をしたりする。でそれを本気で突き詰めて、それを何かしらの形でね、例えばまあこう格闘家になってね、チャンピオンになるとかっていう形で成し遂げる人もいれば、途中でまあこう自分には無理かなと思って辞める人もいる。まあこれは別にどっちがいいとか悪いとかなくてですね、あのやりたいようにやればいいという話なんですけど、問題なのはですね、その等身大の自分を受け入れられないことなんですよ。時と場合によってはですね、こう自分を大きく見せた方がいいっていうことも確かにあります。まあ例えばね、学生時代とかで喧嘩とかするときに、ちょっとはったりでもこう強く見せといた方がね、有利に運べたりとか、あとまあ仕事をするにも、とりあえずその取っかかりをつけるためにですね、できるようになんとか見せるとか、まあその第一印象みたいな話にもなってくるでしょうけど、でもそれも等身大の自分を受け入れてるからこそ、意図的にここはこういうふうにっていう感じで使い分けることができる。で別にですね、こう自分はもっとできるとか、もっとこんなはずではないって思うのはいいんですよ。そのために向上するために努力するのはね。でもそれを言い訳にして、今その目の前に出てきた結果を受け入れないっていうのはあんまりやっぱ良くない。受け入れないといつまでもそこにこう留まってしまって向上できないので、自分が変わろうじゃなくて相手が分かってないというか、まあそういうね感じのことになってしまうので、なので大切なのはですね、自分が思っているすいません、こうありたいと思う自分より等身大の自分が小さいとしても、それをまず受け入れるっていうことが大事なんですね。その上で、その中でできることを全力でやる。そうすると等身大の自分そのものがね、その等身大のサイズ自体が大きくなっていくので、ミスター・チルドレンのですね、花っていう歌があるんですけど、その歌の中で等身大の自分だってきっと愛せるからっていう歌詞があるんですけど、まさにその歌詞の通りにですね、まずは等身大の自分を愛する、まあ受け入れるということですね。そこから始める。その受け入れる、まあそのね、そのもっとできるはずって思ってると、そういうその等身大の自分っていうものがね、小さかった時に思ってるよりもね、受け入れるのがやっぱりちょっとこう拒否したいっていう気持ちにもねなると思うんですよ、実際。だけどもって思いながらも、それを受け入れるこうまあ潔さというか、それが自分を成長させていきますので、で受け入れた上で、よし今自分はここかと、じゃあここから積み重ねようって言って、それをできる人が強くなっていきますし、バックボーンもできてくるので、だからですね、こう等身大の自分を決して否定せずに、馬鹿にもせずに、今のね等身大の自分がどのサイズだったとしてもね、それを受け入れて大事にする。だから仲良くして一緒に成長していこうっていう感じですね。その自分のここまで、こういうところまで行くっていう、そのイメージを持ちつつも、同時に今の自分の等身大の状態を受け入れると、その両輪というかいうものでですね、やっぱやっていくのがこう堅実にですね、前に進んでいく方法じゃないかなと思います。はい、ということで本日のお話は等身大の自分と仲良くするというお話でした。では今日も素敵な一日を。